ードこちらです。じゃんじゃん、身につけられる芸術作品、はい、ということで今回のこれがまさにねそうだと思うんですよ。あのちょっとコンセプトというか今回の、まあ、イメージ教えていただいていいですか。はい、はい、今回はタイトルとしては、はい、There is no diamond っていうことで、ダイヤモンドがそこにないっていう意味なんですけれども、うん、ここに並んでおりますジュエリーにはダイヤモンドがついてございません。例えば、はい、あの定番のマリッチリング、うん、あ、本当だ、マリッチリングこちらね、はい、ダイヤがついているべき場所にダイヤがないんです、うん、本当だ。あとパベリングって小さいダイヤが敷き詰められたリングがあるんですけど、こちらも全てダイヤがありません。これも面白いです。それは凹面と凸面が鏡面に磨いてあります。ダイヤがあるべき場所が、あの凹凸の凹面の、あの半球面が磨いたものになっていて、例えばピアスだとあのこっちのデザイン、はい、がこのマリッジリングとかもダイヤがついているべき場所があのその鏡面になってるんですけど、あの鏡面なので周りの景色がそこに映り込むような作りになっています。なのでこう森に行けば森が映るし、海に行けば海が映るし、街に行けば街が映るし、あの自分の行動範囲や生活でいろんな景色がこう様々変わるジュエリーになります。面白いですよね。映り込むところがすごくアートだな、とアート作品だなっていうふうに思いました、はい、身につけられるっていうかそういう楽しみがあっていいですね。はい、うん、あの学生の時に思ったんですけど、はい、うん、こう自分がアート作品を見たいと思う時ってギャラリーとか美術館に行かなきゃいけなくって、はい、うん、であの一時的なその作品との出会いが自分がその時響かなければもう通り過ぎてしまうっていうことがすごく残念だなと思っていて、なるほど、なるべく身近に置けるアート作品の方がこう日々鑑賞できるんじゃないかってその時思って、うんうん、あのちょうど金属工芸家にいたので、はい、工芸作品って結構そういう意味合いが強いんですけど、うん、今のお家ってやっぱり床の間もないので、あ、そうですね、うさぎをこう金属で作ったようなものを置く場所がなかったりとか、うん、ね、大きな壺を置く場所がなかったりとか、はい、でそう考えた時に、うん、やっぱりジュエリーっていうのが、うん、あの普段の生活にすごくすんなりと馴染むものなんじゃないかな。なるほど。でそこで馴染むことによって日々、うん、あの鑑賞する機会を持つことができるアート作品として存在できるんじゃないかなと思ってます。うーん、そうなんですね。ただ その美しい、宝飾品を作りたいっていうよりはあのアート作品なんだなっていうところが本当にね、こちら あの展示を見ておりますと本当にそういうふうに思えます。買おうかなと思うような値段だよね。そしてまたね、そうなんですね、買いやすい感じのさあ、それではちょっとこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。